どうも丁寧な、ご紹介をありがとうございました。土佐と申します。ですね、まずそのコンピューターに欠けてるものというものですけれども、たくさん欠けてるんですけれども、その中でもですね、人間と一緒に、共存するために、必要なものというのが不可欠なものというのがあると思うんですけれども、コンピューターの役割というのは今までその、ま、そもそもこのコンピューターというのはこう計算をさせるものであったはずだったんですけれども、今やですね、こう人間のこう外部記憶になりつつあるんじゃないかと。で、外部記憶だけじゃなくて、人間がこう思考をですね、さまざまな思考を巡らすときにサポートするものになってるんじゃないかと。そうした場合ですね、しかしながらそのコンピューターにはこうリテラシーのようなものがないと。で、一方ですね、世界はですね、とはいえコンピューターのインフラの成長というのは目覚ましいものがあって、世界はつながったわけなんですね。で、つながったんですけれども、なぜかこう振り返ってみると、私たちの人間同士のコミュニケーションの質ですね、コミュニケーションの質が浅くなってきてるんじゃないかと思うんですね。なぜか世界はネットワークでつながっているにもかかわらず、こう一人一人のコミュニケーションのなんか度合いがですね、非常に浅く感じる。で、それはなぜなんだろうかということをいろいろ考えてみたんですけれども、非常にこう世界をつなぐインフラを作るためにですね、ユニバーサルな部分ですね、そういったものをこう抽出して作っていくために、非常にローカルなものというのを捨ててきたんじゃないかと。しかしながら、そのコミュニケーションの深さというものは、そういう私たちが捨ててしまったそのローカルな部分にこそですね、民族性、土着の民族性というのは含まれているんじゃないかと思うわけです。でそのために、そういった私たちのローカルな民族性というものをですね、このインフラの上にですね、構築していくことが必要なんじゃないかということを提案します。で、そこで、カルチャルコンピューティングということを、定義したいんですけれども、ご紹介にありましたように、私自身はメディアアートと、研究を両方やっておりまして、芸術とテクノロジーという問題から、広げてですね、視野を広げて文化とテクノロジーという問題に、進みつくつつあります。で、そうするとですね、これは面白いことに、その芸術とテクノロジーと言っていたときにはですね、何も起こらなかった問題が文化に変えた途端にですね、さまざまな分野と結びつくことになります。で、その中で、もちろんその芸術というのも、文化の中の、一つを構成する、文化の表現でという部分を構成していると思うんですけれども、そういったその、ものは、土着のものであったり、それは文化というのもそもそも、固有なローカルなものもあるし、そのグローバルなものに結びつくような共通の形式、型もあるわけなんですね。で、こういったものをですね、もうそろそろ、IT の技術が、出揃ってきているので、こういったものを駆使して、人間が今までこう、培ってきたような行為や文法、それがもう形になってきたものをそのモデル化して、文法を、使ってインタラクションをして、文化体験ができる、表現ができるのではないかということを提案したいと思います。で、そういった、システムも、いくつか作ってみたんですけれども、こういったものをカルチャルコンピューティングと、定義します。で、インタラクティブな、もちろんその 分析をして、モデルを使ってインタラクションをして、インテグレーション、そういったものを、心で理解する、感動するってことですよね、心で理解するっていうことが、非常に重要な、ポイントだと思います。で、そうすることによって、その文化とテクノロジーっていうのは非常にこう密接な関係にあって、文化をあるいろいろなものを体験することによって、テクノロジーはその文化を支援しているわけですよね。
で、例えばその、まあ、あの奈良の、大きな大仏などもですね、あれはできた時というのは非常に最先端テクノロジーだったと思うんですね。でそういったものができて人々の生活が変わってライフスタイルは変わる。でいろいろな文化、新しい文化がまた生まれる。で一方その今で、まあ、現代でいうと、まあ、ライフスタイルを変えるものというとそうですね、携帯だとか iPhone コンテンツだとか、まあ、そういったものもありますけれども、そういったテクノロジーがまた人々のライフスタイルを変えていくというような非常にこう密接した、関係になってきていると思います。でその中で今日ちょっとご提案をするのは、ほとんどそのコンピューティングの対象になってこなかった日本文化のこう美意識のようなものをですね、に注目したいと思います。でそういったものを、まあ、あの本に書いたんですけれども、ここからちょっと、英語で書いてみました。まずですね、さまざまなこう日本の美意識のわびさびというものですね、これはそのお茶の文化から来てますけれども、いけばなにも、関わっておりますし、そういったところから来てます。かつ、日本だけではなくて、日本の文化というのはそもそも中国、アジアから来てますので、アジアと日本との、関係、まあ、特に、中国ですね。で例えば、中国の庭園というのはこう水があるわけですね。なんだけれども、それが日本に来ると枯山水になって、水を抜くことによって水を感じるという非常に負の美意識があるわけなんですね。で、まあ、こちらにあるのは山水画ですけれども、まあ、中国山水、非常にこう山がこう高いですね、尖ってるんですね。でこれが雪舟に見られるような日本の山水、まあ、ここで見ててもその山の形の近いっていうのがあると思いますね。でここでやはり、中国から文化を受け入れてるんだけれども、日本に来ることによってそこで変わっているわけなんですね。でそれから日本の、文化の特徴として一つ大きなものは神仏集合です。ブッダと、まあ、神様が、日本の八百万の神が一体になっているということですね。これも非常に日本の文化を形成する、まあ、根底を支える、要素だと思います。それから、日本語ですね。日本語によってさまざまな文化が生まれています。あの松尾芭蕉に見られるような俳句、それから、世界最古の物語である源氏物語ですね。そして、これは一番派手ですから、まあ、皆さんご存知のことですけれども、日本の衣装ですね、日本のデザインですね、例えば能面に見られるようなもの、それから歌舞伎に見られるようなもの、そして、これは、まあ、染めですけれども友禅ですね。で細部、この細部をちょっと拡大しましたけど、非常に細かい。でさらに、これは宮崎友禅祭の着物型ですけれども、非常にアバンギャルドなんですね。でこのさまざまな衣装の中にも、見立てとか競いとか合わせとか、まあ、そういった美意識のデザイン、セットのデザインがありますけれども、まあ、そういうふうに非常にこう日本の文化っていうのは非常に繊細なわけです。ここにちょっとまとめましたけれども、日本語で今、さっきさまざまなものを見せたものをまとめました。まずだから、日本文化をコンピューティングする、美意識をコンピューティングするときに、根底で支えている要素っていうのはこういうものがあります。日本の風土、アジアとの関係、神仏集合、日本語の特性、それから、日本の衣装で、ここでもう少し細かくですね、日本の風土から見られるそのわびさびだとか、物の哀れなどの無常思想ですね、そういったものを支えるために、フラジャイルなこうインターフェースというものを考えてみたいと思います。でフラジャイルなインターフェースというのは、まあ、ここから境界を結界をまたいであの世ですね、ここからあの世まで、ここからアナザーワールドまで、
の、さまざまなものです。でこれは皆さんどこかで聞いたことあるような言葉だとは思います。で これらが、日本の非常に、日本的なるものを支えています。でこの教会をまたいで訪れからだんだん見えなくなってきます。で一つ一つ、説明をしたいと思いますけれども、まず、まあ、あの教会をまたぐというのは、まあ、結界をまたぐのと同じです。でここではまあ自由が芽生えているわけですね。でそもそも文化っていうのはマージナルなところからセンターに行く、まあ、あの端から端っこの方にあるものから、まあ、カウンターカルチャーからメジャーに行くのと同じで、アバンギャルドから、まあ、メジャーに行くのも同じなんですけれども、そういうマージナルな端っこから真ん中に行くっていうあの特性があります。でそこの端っこの部分、境界の部分ですね、ここにさまざまなものが潜んでいると。まあ、例えば、まあ、一つの例ですけれども、これは能舞台ですけれども、厳島神社の、例えばここに橋がかりというのがございます。でここも教会でございます。でここは、こちらからはあの世ですね、あの世からこの橋がかりを通ってこの世に来るための場所なんですね。でだからその、教会の部分というのはこの部分と言ってもいいでしょう。で訪れ、で訪れというのは音を連れてくるんですね。で音を連れてきて正体は見えないんだけれども、こう何かこう雰囲気的に何かが来たと思える、そういうものです。で見えないんだけれども何かのその現象に入ったように感じるというものです。気配を感じるわけですね。で音を連れてくる。で一つそのパフォーマンスをやったんですけれども、去年の今頃、もうちょっと前なんですけど、2月の寒い時期に、上賀茂神社で、これは、ワールドヘリテージになっている上賀茂神社の方で、ここには、雷の神、まあ、雷の神様がおられるんですけれども、ジャズトランペッターの近藤俊則さんという方とですね、パフォーマンスを行って、まあ、訪れのパフォーマンスを行いました。で、さまざまなこうあの言葉になる前の、 あの象形文字ですね、あとそれから壁画、まあ、文字以前の文字というものを捧げました。でそれであと次に何か怪しきですけれども、ここでは、まあ、相対的包むもの、包まれるもの、エロスとタナトスで、まあ、それはまあ人と人間であったり、親と子であったり、弟子と師匠であったり、男と女であったり、するわけです。でこれを、また表現をするとですね、良寛の、俳句を書いてますけれども、裏を見せ表を見せて散るもみじというような、表現になります。で、まあ、性であったり負であったりするということですね。でさらに、ここに、まあ、わずかなアリトルイコールアロトルなんですね、わずかな感覚なんだけれども豊かさを感じるもので、例えばの例として、枯山水を挙げています。で次に葛藤の事情なんですけれども、ここではですね、まあ、分かりやすい例として、あの樋口一葉の竹比べという作品、まあ、あの小説があります。まあ、非常に、まあ、一途で邪険という言い方が、まあ、適当かと思いますけれども、まあ、非常に意地っ張りなんだけれども、非常に一途で非常に心の中で葛藤しているというような部分ですね。でこれをまた、まあ、別の言い方で言うと、まあ、西田喜多郎の、絶対無だとかですね、絶対矛盾的自己同一、まあ、そういったことに例えられると思います。で非常にその、まあ、弱いんだけれども、弱さの起源というか、弱いんだけれども矛盾も抱えているんだけれども、そのまま前進していくというような、表現であります。でこういったものは非常に日本人は抱えております。で負を持っているわけなんですね。負を持ってて欠如もしているんだけれども、そのまま、前に向かっていく。で次にあの好きというアルゴリズムですね。で好きというのはたくさんの漢字で表すことができます。シンプルなんだけれども豊かで、まあ、もともとは何かを何かで救うという、まあ、神を救うとも言いますけれども、そういったところから来ています。
でこの好きというのは、まあ、ピュアであってノイズも持ってて like であって like Japanese であってシンプルで、好きを遊ぶというのは好きを等しくするものを持って、で執着を交換しながらわずかにそれを取れていって執着のセンスがこう伝わり合うと。でそれで、このような感覚を、まあ、九鬼周造は、フランス語のシックという言葉と、似た息という言葉を与えています。で例えばの例ですけれども、まあ、これはご存知リンパの、本阿弥光悦の本阿弥光悦の、まあ、箱ですけれども、まあ、非常にこうかぶいてるんですね。真ん中が非常に異常なぐらいにこう膨れ上がってるんですけれども、 too much っていうことも好きの一つだと思います。でかつ、まあ、リンパといえば俵屋宗達のこのような絵で尾形光琳の絵が挙げられます。でこのリンパの海外への影響としては、尾形光琳のこの、川ですか、水の流れのこの渦巻きのようなものがですね、こちらのクリムトのようなグスタフ・クリムト、オーストリアの、アーティストですけれどもの木のこういうものに、変わっているというような、海外への影響もあります。次に面影のアルゴリズムですけれども、オモというのはこのオモであってこのオモであってこのオモでもあります。でオモが動くことが面影の状態で、趣があってこの趣があってで面白いということもあって、で面白いから思うということになって、で思うと思えば思いほど遠くに見えると、遠くにあると、で遠くにあるんだけど思えば見えると。でこれはもうないわけですね、ここには、ここにはないんだけれどもあるような感覚でなるになるという、 Nothing plus being で become になるような感覚であります。でこれは、まあ、世阿弥が言っている右心だとか無常だとか、まあ、そういったものにもつながります。で、そこからまた一方ではですね、桜の歌をたくさん歌いました西行という、歌人がおりますけれども、好きのとんぜですね、そういったところにもつながっていくかと思います。で次にですね、忘れてならないのはこのいうネオトニー感覚があります。まあ、よくサイエンスフィクションなんかで、ネオトニー感覚を取り上げられますけれども、押井守のゴーストインザシェルターとか、さまざまなものの中にネオトニー感覚ありますが、これは、突然出てきたものではなくて、まあ、昔からあった、まあ、一種のピーターパン感覚ですね。で大人なんだけれどもこうノスタルジックな情緒的なものを持っていて、で原風景というものを非常にこう心の中に持っている。で日本の童謡にも非常にいろいろ含まれていると思います。で、まあ、幼いままこう成熟しているわけですよね。で可愛らしいという、まあ、一種のこう今のこう可愛いという言い方もこの一種のネオトニー感覚の一つかなとは思います。で代表的なものにこう聖書納言の中、枕草子の中にも、小さきものというのがございます。次に、ハイパージェンダーで、ハイパージェンダーというのも、最近出てきた流行りではなくてもともとあった。で一番、まあ、古く思われるものはこの観音菩薩ですね。でそこからまた、歌舞伎の大山だとかが出てきて、でトランスジェンダーの、まあ、話になってきて、まあ、最近ではよくよく考えればロボットもハイパージェンダーではないかと。もうジェンダーというものがないので最初から純粋に作るということなんですよね。人工的に作り出すと、そういったものが、を我々は日本人の心のことですね、美意識の中にもすでに持っているではないかと思います。それから打つと打つつ、これも神仏習合の話と近くなってきますけれども、打つというのは無ですね。で打つつというのは 現実で、その間に移ろいというものがありますね。で無という中に無、まあ、神、日本の八百万の神なんですけれども、日本の神はやってくるとよく言います。で
やってくる神様をお迎えするために、お祭りをするわけですね。で、それでやってきてお祭りの間にいらっしゃって、それからまたどこかへ帰るというような、ものを行為を持っているのが日本の神と言われています。でその間の移ろいなんですけれども、移ろいというのも漢字で表すと非常に豊かな表現です。移る、移る、移るですね、まあ、それぞれ意味が違います。で移し出されるもの、それから移し出されるもの像ですね、がまた違うわけですね。映し出すものというと色の移ろいになりますし、映し出されるものというと影になるわけですね。で、そのようなものというのは月であったり色であったり世の中であったりする、この世であったりもするわけです。で、まあ、対象という、この移ろいの対象というのは容易にアイデンティティがこうあまり分かりにくいものなわけですね。で、まあ、人生の移ろいだとか、まあ、そういったことを表現する、美意識になるかと思います。で例えばの例としては、これは長谷川東博の、少林図、こういったものが、移ろい表現の一つとして挙げられると思います。そして儚いというもの、もう本当にこれはもう一番最たる見えないものなんですけれども、墓というメモリがあるんですね。これでもそれは見えない、で見えないもの、見えないメモリと見えない対象が混じり合って形成していく何かというものです。で墓という単位があって、で墓、これを積み重ねていって、感じる、それをまあそれつかめないわけですね。つかめない、だから感じるものでそれが逃げてっちゃう、まあ、そういった感覚です。で、まあ、儚さの追求として、まあ、右心幽玄、まあ、藤原の定家に見られるような幽玄という発想があります。で、あとそれからですね、でそういったものをいろいろ踏まえながらですね、文化をこうコンピューティングするシステムの例として、いくつか簡単に挙げたいと思います。で、まずそのゼネティックコンピューターというもの、のシステムですけれども、これはまあ禅というものをこうの持っているものをモデリングして、でインタラクションして、こう自分自身を目覚めさせるというような、インターフェースです。で、非常にこうモワモワした、今説明しているようなこうモワモワしているようなですね、つかみどころのないこう東洋の精神文化というものをですね、どうやって表現するかということで、非常にいろいろと考えたんですが、その、まあ、伝統文化のイメージ、仏教のイメージで、これらを統合するためにですね、山水画だとか徘徊だとか着物というものを使いました。で例えば山水画ですけれども、山水画を構造的に見るわけです。表層的に見るんではなくて、で山水画の中に12個のこういうマテリアル要素があります。でこの要素をアイコンのようにしておいて、でそれを任意の場所に置くと絵が描かれるという、絵が、まあ、構成されるというものですね。でしかもですね、山水画というのは東洋のパースペクティブ、独特なパースペクティブを持ってます。三円と呼ばれるもの、三つの遠いと書きます。で深円というのは上から手前を見下げる、平円というのはパラレルビューですね。で高円というのは下から遠くを見上げるというパノラマ的なパースペクティブを持ってます。でこれは一つの例ですけれども、こういうその山水画コンテンツを、まあ、iPhone の上でもこの 三円儀のモデルを持ったまま、作りました。でその次に、あと仏教のですね、モデルを使いました。五雲というですね、人間認識のモデルがございます。でそれは、よくよく考えれば、私たちはよくその、何か人の心を認識するモデルというと結構西洋の認識モデルを使ってしまうんですけれども、そうではなくて、仏教の中でこう弟子と、まあ、師との対話モデルを使ったりですね、そこで、お互いを理解し合うというモデル、まあ、そういったものをまず使ってみるということをやりました。
でその中で、まあ、割と使いやすい五代ですね、フィフスエレメントとか言いますが、まあ、そういったものを東西南北で表したり、そしてこれは先ほど言いました五運ですね、四季十創業式、上から表層です。表層でだん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 深い深い認識ということになります。まあ、こういったモデルをさまざまなインタラクションの中で、認識していって、だんだんそれを、禅の理解が深まっていくとこういうふうにだんだん下の方に行くというようなことです。で、日本語の特性としては、まあ、和歌いろいろな徘徊がありますが、この甲骨のプロット、甲骨アイプロットっていうのを作って今研究してるんですけれども、これはどういうことかというと、西洋のその、まあ、表音文字であるアルファベットと東洋の漢字のルーツである甲骨文字ですね、その関係性を全部こうマッピングしていこうというようなプロジェクトです。でそれを任意の近い言葉、心理学的な思想ラスを使ってつなげていくということをやって、世界のコンテキストをつなげていくということを行っています。でさらにこれはまあ英語だけでやっておりますけれども、場の風紀をですね読むコンピューター。でこれはどういうことかというと、ここにコンテストキストを書きます。 Love is blind と書きますね、書いてますけれども、そうすると Love の意と is と blind に関係のある単語がこう出てくるわけですね。でそうするとここの周りの青いものっていうのはこう場の空気に近い、まあ、雰囲気を表す単語になるわけです。で Love is blind って誰かが言ったその後 To be or not to be っていうと、 Love is blind と To be or not to be に関係のあるこう単語が出てくるわけですね。だから空気がこのような空気からこのような空気に変わったわけです。で最後に To be or not to be って言いましたので That is a question ってなると、空気はさらにこのような空気になっていると。でこれをまあコマで見ることができるんですが、最初は非常にアフェクションだとかですね、甘い雰囲気があるんですけれども、それがだんだんとこう That is a question というふうになるにつれて、こうシリアスな雰囲気になりつつあるというですね、空気が可視化することができるわけなんです。であと最後に、一つの例として俳句というものを、作りました。二つの言葉を、選んでですねヒッチして、俳句を作ります。で、まあ、ちょっと詳細時間がないので飛ばしますけれども、携帯数解析をして、まあ、俳句のデータベース、歳時記のデータベースから、シソーラスで一番近い言葉を読んでくるというもので、で、まあ、切れ字も、選ぶと。で例えばの例で、まあ、このように出てきて、でさらに、これだけではなくて、日本の、衣装のであるですね、平安時代の、十二人という意味に見られる重ね、まあ、こういったものをですね、季語から取ってきてですね、その背景に、俳句の背景にしてみました。で重ねというのはそもそも、このようにですね、富士とか、まあ、こういうものを見てですね、昔の人はこういうグラデーションであろうというものを、草木染めをしまして、色のグラデーションを季節ごとに作るわけですね。で我々はこれをまたデジタルに RGB に直しまして、でさらにさまざまな、文様ですね、平安時代に見られるような文様をエンボスで作って。でこのような形で、普通のコスモスが、源氏物語の、まあ、平安時代の色に変わって、この文様でもって、鹿の子絞りの文様でもってこのような形の写真になる、まあ、このようなことを今現在ニコンとですね共同研究をしております。でこれはまあちょっとやってみたんですが、例えばじゃあ西洋の絵から重ねを作ってみようということで、ダリの絵から重ねを作ってみたりともやってます。
ではこの辺でですね、日本文化のこういうソフトのグローバルのコミュニケーションの創造力はということで、この後中津先生の方にですね引き継いで、お願いをしたいと思います。